ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。やっほー。今日でもめっちゃいい生活したかも今日めっちゃいい生活しましたね。朝7時半ぐらいに一回起きて、で二度寝して8時半に起きて、朝ごはん食べてメイクして、そうレッスンがちょっとだけあったのでそれ参加して、そう、その後お花見行きました。楽しかった。でもなんかもう人を見すぎてちょっと疲れちゃったけど楽しかった。ちょっと体力、レッスンよりも疲れました、余裕で。こんばんは。でもお花見行きたいねってずっと言ってて、メンバーと行けたので満足。綺麗でした。そう、なんか毎年行ってるわけじゃないから、そう今年は本当久しぶりに行ったかもって感じで、超綺麗だった。こんばんは。まあお花見っていうか食べるもの食べて写真撮るっていう感じだったので、そう食べるだけ食べて、その後写真をもうずっとひたすら撮ってるって感じだったから、お花見って言っていいのかなぐらいな感じなんですけど、すごい。何このギフト、ありがとう。面白い女らしい私ありがとうございます。こんばんは。そうなんですよ。こんばんは。そう、たくさん写真撮ったので、ちょっとまあ時期的にも桜だしね、早めにあげないとなと思ってるので、ちょっと待っててください
明日の手綱が終わったらあのちょっと写真厳選して載せれたらなとは思うけども、ちょっとまた考えてきます。こんばんは。そう、明日が手綱なんですよね。こんばんは。そう、でも人が多すぎてさ、人をたくさん見たって感じですね今日。こんばんは。そう、でも本当はいつだっけ、昨日か、昨日行こうとしてたんですけど、そうまさかの雨だったので、そう全然行けないねってなって、もう多分今日ぐらいしか行けそうになかったので、行けてよかったです。お花見なかなか前もって予定立てることも難しいからさ、意外となんか入っちゃったりとかするから、そう合わなかったりするんですよ予定が。そうだけど今日はね、そういい感じだったので楽しかったです。そう、めっちゃめっちゃではないけどあったかかった、すごいポカポカしてました。昨日の雨で桜散ってなかった？いや、散ってはなかったけど、もうちょっと葉っぱが見え始めてたかなって感じだった。葉桜っぽかったです。でも全然普通に綺麗でした。普通に桜咲いてるって感じそう、本当に結構人が多くて、そうすごいいっぱいいた。あとやっぱ公園だからか、すごい犬とか連れてる方が多くて癒されてました。たくさんいろんな犬を見た、可愛かったです。こんばんは。ギフトもありがとう。ブラウス可愛い。そう、今日何着ていこうと思って、そうめっちゃ迷ったんですよ。いやでも足出すの寒いなと思って、そうきっと寒いから上は可愛くして下デニムでいいかと思って、そう上はね、そうブラウスです。大きい襟見えないけど大きい襟のブラウスです。下はデニム履いてました。にスニーカーかな今日は。そんな感じです。インスタに全身で乗る。全身写真撮ってなくて、そう撮ればよかったなと思ったんだけど、そう食べた後だったからめっちゃイカ水なんですよ。だからお腹がね出ちゃうのよ食べると。そうだからね、そうあんまり写真撮っちゃうとね、すごいお腹出てる人みたいになっちゃうから、それがあんまり嫌で撮ってないけど、そう常々お腹引っ込ませてた。だから帰る時とかお腹いっぱいだからさ、ふんってお腹引っ込ませて歩いてました。そう困っちゃうのよそれ、お腹だけすごい出てる人みたいになっちゃうので。そうそうなんです。こんばんは。
前髪切ったばっかなのにすごい長いな。こんばんは。そうでも今日は結構スプレーでガチガチにしたからあんま崩れてないです。こんばんは。どこのブラス、どこだっけな。でも可愛いよね、お気に入りなんだけど。そう、袖がね結構短めだから、これ今ぐらいの季節からしか着れないんだよね。冬だとね、そうちょっと短めだから寒くて、あったかくなってきた時期しか着れないんだけど、お気に入りです。どこのか忘れちゃいました。こんばんは。皆さんはお花見行きましたか？こんばんは。あれが美味しかったですね。いちご飴が美味しかったです。めっちゃ久しぶりにいちご飴食べたけど超美味しかった。いいな、他の県の桜とか見に行きたいな。なんか行くにしても結構なんか愛知県止まりみたいなとこあるから、他のなんか有名なとことか見に行きたいけど、有名なとこってどこなんだろう。お花見、桜。こんばんは。京都か奈良。ああ、なるほど。もう京都奈良とかも小学6年生以来の言葉って感じ行きたいな。なんかあんまり行ったはずなんだけど全然覚えてないんだよね、修学旅行。そう、がっつり言ってるんだけどね、あんまり記憶になしって感じ。行きたい清水寺とかね。寺見たんですか？え、見ました見ました。でもあんまり記憶にないです。本当に私あんまりなんか写真撮られるのとか好きじゃなかったからさ、あんま写真とかも残ってないんだよね、その時の私の。なんかさ、小学校とかってさ写真とか販売されません？それ行事とか行事ごとにさ、なんか番号振ってあってそう、それを買うみたいな多分スタイルだったんかな。あんまねなかったんだよね、私の写真。そう、写真撮ることが好きじゃなかったのか、ただ単になかっただけなのか分かんないんだけど、あんまり家にないかも。小学校のなんか小学校の時の写真あんまり、卒業アルバムとかもね載ってないかな多分。あんまり「こんばんは」いやでも清水寺とかはちょっと行きたいかも。また清水寺行きたいですね。
そうだから学校の写真そうやって買ってました。あんまでも買ってなかったけどね。そうでも今日は桜見れてよかったです。いい日でした。こんばんは。うわ。ギフトありがとう。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。隅田神社行ったら桜綺麗でした。わあいいね。そうあれなんよ、あの観光案内所そうなくなっちゃったの。衣装展示されてた場所ね。そう今だからすごい悲しい風景って感じ。すごい最近まで衣装飾ってくださってた場所がさ今もうなんかガランとしちゃって悲しい。こんばんは。なくなったの。そうそうなんだよ。あれなくなったの。今だから何もない。なんかただのスペースって感じ。何もない。ただの。そう。なかったんだよ。前まであった場所がね、今もう何にもないです。そう、ラジオとかもあったんですよ。その横にね。そう、たまに見てたんですけど。見てたっていうかたまにああやってるなーみたいな思ってたんですけど、そうそこら辺全部なくなっちゃったの。悲しいでしょ。こんばんは。でもめっちゃ最近です。ほんと先月末とかまであったって感じ。素敵な神社ですごく心が穏やかに。よかったです。私も初詣行ったんだけど増見田神社改めてなんか本当にすごい場所すぎて大きい場所だから、そう私ここでラーメン歩いたんだって思うと本当になんか信じがたい事実だなと思いつつ、そうでも嬉しかったですね。こんばんは。こんばんは。隅田神社行ったら思ったより大きくてびっくりした。大きいよね。大きいしすごい広いよね。そう七夕祭りとかもあるんですけど、有名なめっちゃねすごいんよすんごいんですよ七夕祭り。またラーメン歩いてほしい。ありがとうございます。まあ私もその気持ちはありますけど、歩きたいなと思って歩けるものでもないのでまた頑張らないとですね。こんばんは。
商店街も美味しそうなお店たくさんありました。商店街ね、私もそのランウェイ歩いた次の日が商店街の中でイベントみたいな感じだったんだけど、その時久しぶりに行ったかも。いいよね商店街。ギフトありがとうございます。ありがとう。かわいいお洋服、かわいいでしょ。あんま見えてないけど、今日は白だからちょっとレフ板になって顔が明るく見える気がする。いつもより。こんばんは。前髪切ろう。ちょっと明日これじゃ寝れないわ。前髪が長すぎる。めっちゃ最近切ったのに。そう、なんかほんとちょっとしか切らないんですよ。そうだからすぐ伸びちゃうんで、その時をさ無理、なんかこの日だけでもちょっと短くなればいいかっていう気持ちでしか切らないからさ、すっごい多分ほんとこんだけしか切った範囲に入らないぐらいの絶妙な長さを切ってるからか、すっごいもう伸びてる。こんばんは。明日は手綱ですよ。約1ヶ月ぶりぐらいかな。楽しみです。こんばんは。ギフトありがとうございます。明日見てくれる皆さんは楽しみましょう。一緒に髪型はまだ決めてないです。何がいいかなって考え中です。何がいいかな。ギフトありがとう。ありがとうございます。この間のポニータもよくお似合いでしたね。この間でも久しぶりにやったからかさ、めっちゃ頭皮痛くて結構しんどかった。久しぶりにやるとやっぱ痛いんだなと思って。私本当になんか一時期さポニーテールしかしないみたいなぐらいさ、ポニーテールばっかりやってたから、その時はもうなんか毎日のことのようにやってたので痛いとかいう感覚なかったんだけど、この間久しぶりにS コアでポニーテールしたらさ、めっちゃ痛すぎてびっくりよ。頭皮が痛かったです。こんばんは。ストレートね可愛いんだけどね、暑いんだよね。公演中にストレートやると、まだ今の季節はねまだギリギリセーフって感じ。これから5月6月になってくると、そうやっぱ首がねこうなってるとね、首元に髪の毛やるとそう、どうしても暑くてやっぱ夏はね上げたくなっちゃいますね髪の毛を。
私別になんかめっちゃ汗かかないわけでもないし、すごいかく人でもないんだけど、そうでもねマジで暑いです。この間の公園でも結構暑かったかも。結構暑かったですね。客席はどんな感じなんですか？暑いの？なんかもう踊ってるからさ、そりゃ踊ったら暑いじゃないですか。歌って踊ってれば。そうだから私たちは常々冬だとしても暑いなって感じることあるんですけど、客席は暑いの？あ、暑いんだ。T シャツ1枚でも大丈夫です。そう、たまにいらっしゃるじゃん、ほんとなんか T シャツ1枚でさ、まだ早くないとか思ったりするけど、ちょうどよかったりもするんだね。なるほど。こんばんは。寒くはないんですね。なるほど。そう、でも本当に公演楽しいからね、なんかそう楽しんでくださってるのなら嬉しいです。ダウン着て見てる人の感覚は言うに分かんない。え、ダウンは暑くない？さすがにもうユズも着ないよ。ダウンは今年はもう、今年っていうかもう着てないな。ダウンは暑いよね絶対。こんばんは。めちゃくちゃ楽しいです。よかった。私も公演見てみたいな。なんか客席で、客席で自分が出てる公演見てみたいですね。不可能だけどで自分からレスもらいたいですね。無理だけど、いつかなんかの技術が発展して叶えられないかな自分が出てる公演に客席で見て自分からレスもらう。こんばんは。見るとしたらどの辺から見たい？でも私結構ゲネプロとか後ろの方しか座ったことがなくて、今まであんまり前の方で座って見ることがないんですけど、全然後ろでも逆に後ろがいいかもしれない。なんだっけ、全体を見たいので、なんか近すぎても花道とかまで視界に入んないなって考えた時に、花道まで全部見たいって思ったら後ろがいいな。私なんか前の方だと首が痛くなっちゃいそうで、見るのも大変そうだよね。まあでも近い方がいいのもわかる近い方がいいのもすごくわかる。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。
大体どの席でも楽しい。いや、どの席でも楽しませます、私たちが全力で。いやでも本当に私は劇場公演っていうものがあるものあることを知らないレベルの子だったので、加入するまではそれぐらいの本当にほぼゼロみたいな知識でここに入ったから、なんか本当入る前に一回見ときたかったなとも思いますね、劇場公演っていうものを。こんばんは、ギフトありがとうございます、ありがとう。今思えば劇場公演の曲ってなんでこんないい曲多いんだろうと思ったりとかするから、いやほんと聴いてるだけじゃもったいないなと思うことも多々あるって感じなので、そう本当に入ってみたかったですね、劇場公演客席で見てみたかったです。こんばんは。でも今見るのもいいんだけど、じゃあ今見ちゃうとなんか、あ、この振りってこういう風にやるんだとか、なんか純粋に見れない気がして、そうなんか本当に何も知らない状態で見てみたかったです。そう今だと、あ、めっちゃここの照明ってこういう風なんだとか、どうしてもやっぱ普段立つ側としているとそういうとこ見ちゃったりするから、あ、ここのなんか立ち位置ってこういう風に移動してるんだとか、そうだから本当に本当に何も知らない真っさらな状態で見てみたかったな。でも確かになんか他の公演、チームE公演とかチーム K2 の公演も、チーム K2 の公演はゲネプロしかまだ見てなくって、本番見たことないんですよ。 DMM とかでは見たことあるけど、そうでもチームE公演も客席からは見たことがなくて、本当後ろの方、めちゃめちゃ後ろの方からしか見たことがないので、客席で見てみたいな。AKB が出張公演やるらしいから好き、じゃあ行きたい、見に行き、行きたい行きたい行きたい、ギフトありがとうございます、ありがとうありがとうございます。いいね、出張公演いいな。私本当に他のグループの方の劇場に行ったことないんですよね、行きたいの。いいね、だから本当にその AKB48 さんから劇場行きたい、ちゃんと確かめたいですね、この目で。いいね、こんばんは。ステージから客席がどう見えるか見てみたい。思った以上にマジで丸見えって感じですね、一言で言うと。まあそれは私たちの方が目線の上なわけだ、目線が上なわけだから、その時点でもうさ見えてるって感じ。私は本当になんか視力がいい方なので見えますね。私身長も高いからそう見えてる。
急いでサイリウムの色変えてるのもバレバレですか。でもなんかそれはなんかユニットとかはむしろ本当に変えた方、変えていただいてもよろしいかとって思っちゃいますね。なんかもちろんずっと自分のペンライト振ってくれるのも嬉しいけど、そのなんか出てるメンバーに合わせて振って振るのもすごいなんか、ああ優しい方だなって思うから、優しい方だなっていうか、なんかそれぞれ振ってくれるのも素敵って思います。いや本当、私が流星出演した時に他のメンバーの本編っていうか全体曲は他のこう振ってるけどゆずの色に変えてくれるみたいに、なんかなんだろう、自分のペンライトが一時的に増えるってすごい嬉しいことだから、メンバーからしたらなんか思う存分振ってほしいです。ペンライトは好きな色、コンサートのソロ、その子のサイリウムカラーにする分解になってる。いやでも本当に初めて夜風の仕業とか歌った時は、まあ8期のゼップだっていうこともあったけど、本当になんか一瞬にして赤と黄色に変わったのが本当に覚えてて、すごく鬼緊張してたはずなのに景色はちゃんと覚えてますね。すごくどんな風に歌ったっけとかっていうのは正直なんか本当にもう覚えてなくて、緊張しすぎて、けどなんか景色は覚えてるかなって感じ。私なんか去年のサマーツアーとかもさ、なんかソロメドレーブロックみたいなあったじゃないですか。それとかもなんか本当に出てきた瞬間に、なんだろう、わあ自分のペンライトがあるって思うとすごい嬉しい。ソロメドレーなんてさ、なんかいつどこで出てくるか分かんないじゃん、だからすごいよね対応力。素敵。50分になったら終わろうかな。一瞬で自分の色に変わるの鳥肌やばそう。いや本当に感動します。最近だと本当流星とか、さっきまでなんか絶対ピンク振ってたやんみたいな人とかも、そうなんかいつの間にか赤と黄色を振ってくださったりとか、そう本当にびっくりします。毎回気づいたらもうだって自分の歌わりの時には赤と黄色たくさん見えてて、めちゃめちゃ嬉しくなる。頑張れます。それでこんばんは。
なんか今になってお腹空いてきた。なんかお祭りってさ、いっぱい食べちゃいません？なんかすごいいっぱい、めっちゃ食べ、もう本当になんか動けない、苦しいとかまで食べてないんだけどさ、なんか疲れちゃったのもあってさ、そう、家帰ってきてから特に何も食べてなかったんだけど、今になってお腹空いてきちゃった。ギフトありがとう、ありがとうございます。こんばんは。いつも食べないのよ、食べないようなものもすっごい美味しそうに見えるからダメですね。ちょっといっぱい食べちゃう。この後はちょっと練習したいから、あれだな、いろんなキッチンがあるから楽しい、楽しいですね。今日でもなんか牛タン串みたいなやつでちょっと芋タレ仕掛けたけど持ち直しました持ち直しました。なんとか持ちこたえた。こんばんは。そう、その牛串の油にやられそうでうんってなったけど、ギリギリセーフって感じです。でもやっぱなんか屋台とかってテンション上がっちゃうよね。全部美味しそうに見えるもん。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ギフトありがとうございます。ありがとう。名古屋の屋台で有名なのってたませんだっけ。あ、そう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 、たませんめっちゃ美味しい、大好きです。今日は食べてないけどめっちゃ美味しいよ、たませんって。でも本当に屋台にあるイメージ、たません美味しいんだよ、たませんって。今日のお洋服も可愛いですね。ありがとうございます。全然下地味だけどここしか見えないから、ここは着替えてないけど下は速攻着替えちゃった。全然地味だけど、関東だとないから一度食べてみたい。でも頑張れば作れそうだけどね、家で。なんだっけ、普通にあれなんていうせんべいだろう、せんべいっていうか何なんだろう、土台となっているものが分かんないや。そう、でも頑張れば作れそう、美味しいと思います。いろんなの入れちゃっていろんなの入れちゃって本当美味しいと思う。玉せんって卵せんべいのこと。あ、そう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 、基本卵が入ってるイメージかな。でも焼きそばとか入ってるイメージもあるか。あとなんだろう、その辺じゃない？こんばんは。まあ確かにお祭りで食べるのがいいよね、家で食べるってよりも。ぜひこちらの地方のお祭りに来た際は食べてみてください、美味しいので。でもほんとたませんって全国のものだと思ってた、全然なんか名物的なものだと思ってなかったから、初めて聞いた時びっくりしました。
ギフトもありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。今日は意外と朝からメイクしてるから、もうアイラインが消えかけ。今日まつげはすごい頑張ってる、耐えてますね。でもそんなね、そうお仕事じゃなかったのでバチバチではないが、頑張って朝起きてメイクしました。のんびりさんだからね、そう2時間ぐらい準備かかるんよ。メイクして髪の毛セットしてご飯食べるだけなのにそれに2時間もかかるの。絶対にそんなかかんなくていいのに、1時間半ぐらいでできそうなんだけど、のんびりさんだから2時間ぐらいかかる。マイペースです。ギフトありがとうございます。ありがとう。音楽聴きながら準備してる。あ、そうです、基本音楽聴きながら準備してる。今日はでも夏メロ聴いてました。夏メロ聴きながら準備してた。でもなんか YouTube 見ながらとかでもあるし、テレビ見てないけど聴きながら、テレビの音聴きながらメイクする時とかもあるし、本当になんか超急いでる時はもう何も聴かない時もあれば、なんかこのなんていうの、時計を見る暇ないなみたいな時とかは、このアルバム聴き終わるまでに家出ようみたいな。だいたいこのアルバム聴き終わるまでに30分ぐらいだから、これが聴き終わるまでには家出れば多分大丈夫みたいな感じで使う時もあるかな。でも意外と前日に準備するタイプなので、服装とか持ち物とかはメイクとかはもうその日にしかやんないけど、着ていくものとか持っていくものはちゃんと前日に準備するようにしてます。どんだけゆっくりな日でもやっぱそこに時間取られちゃうのが嫌なので、前日に準備してから寝ます。そうでも最近はね、服装決めるのも難しくて、そうちょっとやっぱ寒かったりちょっと暑いなと思ったりすることもあるから、難しいですね。前日に準備したけど当日の気分に合わないことはないの？でも意外となんかそういうところ頑固だから、いやいけるでしょみたいな感じで着たいもの着ちゃうタイプなので、いやちょっと寒くないって思っても強行突破で着ちゃう時もあるけど、確かになんかいや今日はやっぱこっちかなみたいな時もありますね。今日はもう昨日決めました。だいたい頭の中で想像して、お祭りってこういう風になりそうだからスカートはやめようみたいな感じで、そうっていう感じですね。たくさん歩くからスニーカーとかの方がいいかなとか考えます。ちょっとはでも着たい服着るのが一番かなと思いますね。やっぱ写真撮るから、写真撮るし、やっぱそれなりにみんな可愛い服着てくるから、カジュアルすぎてもなとかも考える。ちょっとは、まあ、自分が着たい服70% ぐらいと、なんか他 30% はちょっと周りとか自分のことをちょっと考えてみたりはするけど、基本なんかパッとパッと決めちゃいますね。一応でも最近は天気予報みたいなアプリで見るようにはしてるんだけど、でもなんか見たとって分かんなくて、風が強いとか弱いとかも。そうだからもうかと思って、あんまり、まあ寒かったら寒かったで我慢すればいいか的な感じで乗り越えてますね。
そろそろ52分もにもなったので終わろうかな。ありがとうございます。今日も明日は手綱に出ます。ぜひ見てください。18時半開演です。見てね。ありがとうございました。また明日。おやすみなさい。ありがとう。おやすみ。またね。バイバイ。ありがとうございました。おやすみなさい。